すごいこれ。落とさないようにしないと。これいけないじゃない。よし。よし。えい。トイレ。雪開かなくなってる。ここで、この風景を描きますから。はい、さあ、始まりました。小川圭一の絵描き。ね、この、景色を描くということで。これ、この、これ、あそこのスコップが埋まってるのがいいでしょ？ああ、あれね。スマホを新しくしたというね、ことでね。そうそう、最近ね。ものすごくね、綺麗に映るんですね、これがね。綺麗に映る？すごいよ。まあ、もう5、6年も7年も使いましたからね。お前のやつはね。あれ、あんまり寒くないな。ね。ちょっと吹雪いて、うわ、寒い寒い寒い動画になるんじゃないかと思ったけど。ね、そういう予定だったんだけど。今は何度ですか？マイナス4度5度ぐらい。全然寒くないでしょ。ね、うん、よし、撮れてる？撮れてるよ。完成。完成。これはなんていうタイトルにする？はいはい、なんだろう、なんてタイトル、ちょっと考えて決めてください。どうしよう。タイトル。田舎の、うんうん、なんだろう、雪景色。田舎の雪景色、オッケー。そしたら。ここ書きますからね。はい。いいな、いなけの。かの。勇気。勇気。あの、英語わかんないから、ローマ字で書いてますから。雪景。雪景。雪景。四季。四季。旭川ですね。旭川ですね。旭川。いいとこじゃないですか、ね。あ、ちょっとボケちゃった。ちょっと。手にピントがあって、絵がボケちゃった。あ、こうだ、惜しい。これがね、特徴なんですね。はい、できました。はい、はい、こう、映しておいてね。はい、ね、はい、ちゃんと、大丈夫？手、こうやってね、大丈夫？大丈夫。こう、ぐーって、向こうまでぐーってやってみて。ほら、こんなに広いですよ。ねー、イラストは小川健一でした。ありがとうございました。実況は、この人の息子、小川博美でした。ありがとうございました。よし、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 すごいね、深い日ですよね、これね。よし、お疲れ様。